日本名城機構近江大溝像に来ています。まあ、大溝っていうと山のようなイメージもありますけど、実は、まあ、ここでいう琵琶の海、つまり琵琶湖に近いところ、もうほとんど湖に沿ってるような感じでですね、明智光秀公が坂本に入った時に整備して縄張りしたということが書かれていますね。で、まあ、その後は、まあ、織田信澄、それから伊勢上野から移ってきた和久部氏で、和久部氏が幕末までですね、この地域を治めるんですが、まあ、当時は、まあ、もうお城というより城主というよりは、陣屋を構えてましたので、まあ、2万石の小藩ですので、まあ、そちらで政務を取り行ってたと思いますね。まあ、この地域の中心都市で、まあ、現在はあの自治体は、これ旧高島町になってますけど、高島市ですね。そういうことで、まあ、交通の要衝でもありますし、まあ、坂本の次に、大きな町ではないかと思いますね。大溝ってあまり名前をね、ちょっと全国にありますんで、溝って言うと谷を思い浮かべるんですけどね、まあ何か堀とかそういうようなイメージなんでしょうかね。資料は置いてないですね。まあ、新しい看板が出てますんでね、ここもちょっと久々なんですけど、今日時間あるんで寄りました。結構大きいですよね。今病院とかいろいろ施設の敷地になってますけど、当時は埋め立てられてなくて、まあ、琵琶湖に沿っていたんじゃないかなっていう感じですよね。そうなるともう琵琶湖の周りは、まあ、こちら側坂本城、それからこの大溝城、反対側はもう安土城を中心に、まあ、長浜城、まあ、後の沢山というか彦根城ですよね。そういった湖を取り巻く、まあ、名城だらけと、まあ、大津城もありますし、まあ、この地図もね書いてありますけど、非常にこの湖を渡るっていうこともありましたんで、まあ、結構近江の国は広いですからね。はい、でしかも天守があったということで、これは復元模型ですので、まあ、絶対この通りというわけではないですけど、天守台が結構大きいですからね、まあ、2層って書いてありますけど、まあ、3層以上の天守があっても全然おかしくないと。はい、でその天守があったと。で今見ている石垣は本丸の部分ですね。つまり二の丸の部分も三の丸の部分も、琵琶湖側も全部埋め立てられて、もしくは他の現代の施設に変貌してしまっていると。この本丸の一部だけが残っていると。まさにこの本丸へ登る階段ですよね。これ渋いですね。あまり整備されてないんで、歩きにくいんで来られる方は注意した方がいいと思いますけど、まあ、それでもですね、こういった石垣がこのまま当時のまま残ってるっていう感じのものが見れるっていうのは非常にいいですよね。本当に昔のままですね。こんな町の中にこれだけの遺構があるっていうのはなかなかないですからね。だいたい都市化されてしまってると整備されて階段に手すりついちゃったりするんですが、まあ、ほとんど自然石をそのままにしてる、いい遺構ですね。これがここが私が今立ってるところが、いわゆる天守台ですよね。まあまあ広いですね。まあ、ここに小さく天守台と書いてあります。まあ、ここ立ってるところ上に天守があったと。まあ、大きさからしたらまあ小さいお城だったのかもしれませんけど、裏は竹やぶと林、主に石垣が見えるのは今の部分と裏の部分も少しあったと思うんですけど、ちょっと見てみますか。まあ、こういう古城タイプの石垣をね見たいと。しかも基本平城ですから泉が見えますね。こういうお城好きな方にとってはいいですね。私も山城嫌いではないですけど、やっぱり戦国のような山城よりも小平地にある平山城もしくは平城が好きですね。やっぱり天守を構えている城っていうのは魅力的ですし、この辺の石垣も随分残ってる感じですね。はい、まあ、ここは別に城郭なんで周りから写真撮っても全然問題ないです。反対側に大きな施設がありますからね。はい、近江大溝城、天守台付近の撮影でした。